日本のミスターフィギュアと言いますと佐野稔さんでございます。スペシャルゲスト色が違うものものだけのこと、今日はよろしくお願いいたします。これですか、これですからね。あんな足の長いの、あんな高く上げたんですから、もうどうにもならないですよね。長いのね、長いのよ。180cm、ものすごいですね。そうですね、また大きく見えますね。3メートルぐらいになりますから、ね、大きなのっぽののっぽののっぽののっぽ大きい。トリプルの時期ですけどね。さあ、ここで行きますね。どうだ、3回まで行け。あーとー入りませんね。今はぜひ忘れてほしい。まあでも僕はジャッジじゃなくてよかったなと。失敗しませんね。ジャンプ自体はね、そんなに高いジャンプじゃないんですけども、やっぱりね、失敗しないっていうのはすごい才能なんですね。こういうのはやっぱり日本のフィギュアスケートの選手も見習わなきゃいけないですよね。大いにお手本にしていいと思いますよ。伊藤みどりさんもお手本にならないんです。天才すごすぎということですか、はい、あんなジャンプ真似できないですから。そうですね、クリスティさんもぜひ真似してほしいですね。これぐらいできますよ。秘密の話なんですけどもね、言っちゃダメですよ。言っちゃったらダメか。決めてよ。どうしちゃお、コンビネーションだ。決まりました。これはちょっとあれですよ、クリスティ山口に挑戦しましたね。相手がコンビネーションですから、僕初めて見ましたもん、コンビネーション飛んだの。強いですね。両親ともが元オリンピックの代表選手という本当に、よっしゃ、うん、力が入っちゃってダメですね。いやもう人気なんですよね、好き社会ね。しかも今一緒に分担して回ってますから、まあ、伊藤さんにしろ佐藤さんにしろ、また佐藤さんのお父様が僕の先生で回っていますので、そうですね、もうなんかこう大切になりません。100点ですよ、この演技。100点満点の演技ですね。もうこれ以上できないんですから。無理なんだもん。すごい。ここまでの力を出すっていうのは大変な精神力ですよ。素晴らしかった。僕は13点をあげたい。13点まで入らないんですか？10点で終わりですか？なんてか、もっとね、13点でも15点でもあげたいですよね。素晴らしい。ね。えらい。期待できますね、若いし。いいですよ。ね、スタイルはいいし。さて、アーティスティック。どうする？出せ。9.9。なんで落とすの？9.8。あらま。9.8。上げろよ、もう。9.8。9.9。どうしてそういうことするのかな。10点。もう一個出さないと。10点カットになっちゃう。アーティスティックインプレッション49.3。
合計は99点。伊藤みどりさんに続いて2位につけました。ワンツーフィニッシュですか。素晴らしい。今夜は最高。素晴らしい。最初のトリプルアクセルです。おお、コンビネーション、トリプルトリプルですよ。今のはね、6回転半。素晴らしいですね。すごい、足して6回転半ですよ。もう一丁、トリプルツー、トリプルカッセルだ。すごい、ね、後半ですよ、後半。最後、6つ目、いった。すごい、6種類ですよ、6種類、トリプル全部やっちゃった。素晴らしい。これはもう順ですね。すごい、すごい、結構結構すごい。こちらも息がつけないような感じの緊張でしたよね。参りましたね。素晴らしい演技でした。すごい、いや本人も本当に満足そうな表情ですね。いやもう自分でも信じられないんじゃないですか。トリプルアクセルですけどね、これどっちかな、1回目かな、2回目かな。あ、これ1回目のですね。これコンビネーション、1回目が3回半です。次は3回転ですから6回転半ですよ。これトリプルフリップですね。途中のやつですね。これ、もう、何言ってるのか分からなくなりましたね。いやー、すごい。これはもう最後の最後のじゃない、そうですね、最後の最後のトリプルサルコですよ。はい。6種類目のトリプルです。100点上げちゃいましょう。コーチ、all excited。でもね、これは満点、絶対満点。これ満点つけなかったら僕はタイムもそれほどすごいですよ。素晴らしい。いや、素晴らしい点です。そして、これはね、しょうがないですよ。まだ次が、次の選手がいますから。10点、すごい。芸術点も3人10点満点ですよね。49.7、 99.7 という素晴らしい得点が出ました。ビクトル・ペテレンコでした。おじさんはずっと泣きっぱなし。Block voting from the Soviet Union for either Vladimir Kovalev or East Germany for Jan Hoffman. ありがとうございました。